はじめに聖書を読み出します。本日の御言葉は、マタンよる福音書28章、16節から20節マタンよる福音書28章、16節から20節新約聖書ページ60ページです。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。 そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と精霊の名によってバプテスマを授け、洗礼を授け、 あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるえここまでです改めてご挨拶申し上げます近所学院大学宗教修事の吉松潤です今日は名古屋学院のチャペルアーにお招きいただき心より感謝いたします 私が法則している金城学院大学は、長老派系のキリスト教学校ですけれども、実は私自身は皆さんと同じ、えー、メソイストです。1979年に渡米し、大学、進学校、そして大学院を卒業し、1995年に合同メソソ協会で安視霊を受け、牧師になりました。 それ以来ずっとニュージャージーで教会にお仕えしてまいりました。今もニュージャージー州を統括するグレーターニュージャージー教区の会員です。ですから名古屋学院は非常に私にとってはメソイストということで親しみを覚える学校であります。ということで今日はメソイストつながりの ジョン・ウェスレーの話をしたいと思うんですが、えーまあ、名古屋学院の皆さんにジョン・ウェスレーの話をするというのはですね、釈迦に説法というか、えー、シュエスに説教という感じもしないでもないんですけれども、どうぞしばしお聞きください。メソシストの創始者、ジョン・ウェスレーが生まれたのは1703年。お父さんのサミュエルはイギリス国教会の、えー、聖職者。 まあ神父ですね。お母さんのスザンナは経験深いキリスト者でした。サミュエルとスザンナの間には19人の子供が生まれます。しかしながら大人まで成長したのはそのうちの10人。ジョンとそれから弟のチャールズもその10人の中にいました。後にウェスレー兄弟として有名になる ジョンとチャールズはイギリスの名門大学、オックスフォード大学の進学部に入学します。そして、イギリス国教会の聖職者の道を歩みます。オックスフォードといえば、皆さんはおそらく、えー、世界でもトップを争う名門の大学として、えーまあえー、ご存知なのではないかと思います。王公貴族の 子供たちが、えー、そこに学ぶ。しかしながら、キリスト教という、まあ、信仰という意味では、非常にぬるい生活をしているものが多かったようです。そこで、ジョンとチャールズは、規則正しい、規律に満ちた信仰生活を提唱し、ホーリークラブというものを立ち上げます。 どういったことをしたかというとです、ね、朝起きてすぐ祈祷会をする、そして、えー、朝食後、大学の講義に皆出かけます、講義から帰ってくると、えー、皆で礼拝を持ち、そして交わりをし、そして就寝前は一人一人が、えー、一日を振り返って祈るというようなです、ね、非常に信仰に満ちあふれた経験深い生活をしておりました。 王皇貴族の学生たちにとってその規則正しい生活は非常に新鮮なものに移りました。ですから多くの学生が法医クラブに、えー、加わりました。しかしながら一方ではあまりにも規律を守るその生活スタイルがですねメソッド、規律とか規則とか、えーまあ、手順とかそういったものを意味する言葉になぞらえてですね彼らはもうそういったものを守る人メソディスト だだっていうふうふにですすねあだ名がつきますしかしながらこのあだ名が後々メソジストという教会に発展するわけですけれども、えー、ジョンとチャールズはそのリーダーとして非常にオックスフォードで活躍しましたそして1726年ジョンはイギリス国教会でアンシュレイを受けて国教会の聖職者になります オックスフォードでの成功を携えて、彼の聖職者としての生活は順風満帆でした。10年、イギリス国内でお仕えした後1736年、彼は一大決心して、アメリカ、まだ当時はアメリカではなく、植民地だったんですけれども、新大陸に伝道することにしました。 新大陸の先住民族を皆、キリスト教徒に改心させる。まあ、そのような大使を抱いて、ジョンは出発します。そして、えー、今日アメリカのジョージア州サバンナですが、まあ、その頃はまだコロニー、植民地ですけども、サバンナに、えー、着きました。そして彼はサバンナで宣教を 活動教会の礼拝の詩式などを始めるんですがここで彼は大きな挫折を経験しますサバンナの住民といえばヨーロッパからの移民そして先住民族がほとんどでした中には文猛で全く聖書すら読めない人たちもいましたその人たちの生活はというと朝明るくなると起床して日がな一日開墾作業に従事しそして帰ってきたら 時にそのまま泥だらけのまま暗くなったら就寝するというような生活でしたまた植民地ですからイギリスのような文化的な行事や催し物も何もないまた教会の人はというとオックスフォード時代とは比べ物にならないまたイギリスの教会とは比べ物にならない王皇貴族 と比べてはいけないんですけれども、えー、全く違うその雰囲気に、ウェスレーはかなり落胆しました。それだけでなく、彼はアメリカにいた時代にですね、婚約者との破局を迎えてしまいます。そして、2年も経たないうちに、ウェスレーは逃げ帰るようにして、イギリスに帰ってしまいます。彼は、 まさに人生のどん底の中にいました。一時は牧師、神父ですね、国教会では。神父をやめようと思うぐらい思い悩み、悶々とした日々を過ごしました。そのような状態が半年以上続いたある日、1738年5月24日のことです。後にオルダーーズゲートの戒心と呼ばれる もう生まれ変わりを経験します。ここから、ジョン・ウェスレーの真の伝道者としての生活が始まります。彼は友人のジョージ・ウィットフィールド神父と一緒に、教会の中から外に出ていきます。そして、路望伝道を始めました。これまでイギリス国教会の神父たちは、王侯貴族が集まる もう非常にまあ楽な安全な教会の中にいて伝道ということに関しては一切してきませんでしたしかしウェスレーとウィットフィールドは町に出て野外で説教を始めますそしてそれまで国教会が手を差し伸べなかった町工場の人たち農民そして時には監獄にいる罪人たち囚人たちにも 説教して回りました。これまで神様の御言葉を聞いたことがなかった多くの人たちがジョンとジョン・ウェスレーとウィットフィールドによって改心に導かれました。こうしてメッソジスト教会が誕生しました。さて、今日、私たち大学も教会も コロナ禍にあってやや内向きになっているような気がいたします。外に出ていかずに内の中にこもっている。まあ、感染予防という意味では仕方ないんですが、やはり常に前向きに外に出ていくということが必要なような気がいたします。そのような気概が私たちには必要なのではないでしょうか。冒頭で読みました、マタイによる福音書の28章。 16, 16節から20節これは、Great Commission と英語では言われていまして、日本語では大宣教令とか、大宣教命令というふうに訳されていますが、主イエスが御国に帰る前に、弟子たちに出したミッションです。それは、一つ目、世界に出ていくこと。二つ目、福音を述べ伝える 三つ目、すべての民を弟子にして洗礼を授ける。そして四つ目、教えを守る。というものです。主エスは皆が牧師になればとは言っていません。教員であっても、職員であっても、あるいはどのような職種にあっても私たちは外に出ていく。そして教える。また福音を述べ伝える。そのように主エスは言われています。 私たちはともすると安全な場所にいたいという誘惑に駆られます。しかし、外に出て行って、伝道しない限り何も変わりません。このコロナ禍の中で伝道し、また学生に手を差し伸べる。そして学生を教え育てていく。そのためには何をすべきでしょうか 名古屋学院と近城学院そして多くのキリスト教の学校が学び屋として競い合いそして一方では手を携えて共に宣教をするそのようなことができたら本当にもっともっとこの世界は良くなるのではないでしょうかかくいう私も今回名古屋学院のお招きに預かり一歩外に踏み出しました 皆さんはいかがでしょうか、今日この日、この時外に出て、宣教をする、福音を述べ伝える、そして学生たちを教え、育てる、これが私たちに課されたミッションではないでしょうか、一言お祈りいたします。恵みの神今日は 名古屋学院の皆さん、この動画を見ている皆さんと一緒に礼拝を持てましたこと、感謝いたします。あなたは弟子たちに、そしてひいては私たちにミッションをくださいました。安全なうちにいるのではなく、今、外に出ていく。そして、福音伝道に、そして教育伝道に携わる。そのことを改めて今日学びました。 名古屋学院の皆さんの上に、神様の豊かな祝福がありますように、また学生の皆さんが今季最後まで授業を取り、遠隔授業であっても、対面授業であっても、最後まで全うすることができますように、どうぞ強めてください。この祈りを、主イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。